この間からそのことばかり考えてる。気にしないようにと思えば思うほど気になって、知らないうちにイライラしてる。俺、多分茂木を好きかもしれない。だからバカバカしいけど一回だけ騙されてやる。ここか。ベンツ。ありがとうパパ、夏希のわがまま許してくれて。今すぐ始めてもいいくらいだぜ。コース攻略の組み立てはもう出来上がっている。コースのあっちこちでレッドサンズの下っ端がストップを捕まえてるのがちょっとうざったかったけどな。無視することだ。コースレイアウトさえバッチリ頭に叩き込んでしまえばタイムを出す基本はどこの峠でも変わらねえよ。そりゃそうと来るかな。あいつはどうかな。俺の挑発に乗ってくる可能性は 40% ぐらいだと思ってるかな。来ればラッキーだ。手間が省ける。凌介とやる前に細かい雑用は全部片付けちまいたいってのが俺の本音だ。ああ、群馬エリアを制覇するのが俺たちの目的だからな。凌介を任してしまえばもう群馬エリアに用はなくなる。かといって秋名での一杯をそのままにしておくのも寝覚めが悪くてしょうがねえ。ウォーミングアップ代わりに軽く86を蹴散らしてすっきりした気分でメインイベントを迎えたいもんだぜ。今登ってった車、あいつだ。なぜあいつが赤に。